トム・スコットはアメリカ合衆国ロサンゼルス出身のウェストコーストジャズフュージョンを代表するサックス奏者で作曲家、編曲家、10回以上グラミー賞にノミネートされており3度受賞してもいる。作曲家で編曲家のネイザン・スコットを父にピアニストの母を持つ。9歳の時ベニー・グッドマン等の影響でクラリネットを演奏し始める。12歳の時にスクールバンドに入り、 バリトンサックスを担当、独学で作曲、編曲を学ぶ。伝説的なサックス奏者ジョンコルトレーンに影響され、自己スタイルを築く。1968年に、初ソロ作、ザ・ハニー・サックル・ブリーズをインパルス。レコードより発表。1970年になると、ボブ・シール創立のフライング・ダッチマンレコードに移籍。1973年に、LA ・エクスプレスを結成し、 アルバム、トム・スコット・ザ・エル・ザ・ LA ・エクスプレスを発表。1974年、ジョージ・ハリスンとジョニー・ミッチェルのツアーに参加。後者は、マイルズ・オブ・アイルズとして、レコード化された。1975年には、ポール・マッカートニーのシングル、あの娘におせっかいの感想でソロを取った。このようにジャズのみならず、ロックやポップスの分野にも、範囲を広く持つ。 このタジャズ以外での分野では、ホイットニー・ヒューストン、バーブ・ナ・ストライ・サンド、スティー・リーダンや、クインシー・ジョーンズ等と共演している。1978年には、ブルース・ブラザーズのオリジナルメンバーとして参加。1981年には若い頃のマーカス・ミラーや、リチャード・ティ等ニューヨーク勢のミュージシャンと共演した、ライブアルバム、アップル・ジュースを、コロンビアレコードより発表。 1980年代後半になると GRP レコードに移籍、1992年に GRP 創設10周年記念として結成した GRP オールスタービッグバンドに参加。1994年に GRP の創設者デイブ・グルーシンとラリー・ローゼンが離れ、レーベルの方針が変わってきたためにウィンダム・ヒル・ジャズに移籍、しかしウィンダム・ヒルは ジャズ部門を閉鎖することになり、ハイアーオクターブに移籍する、l a e e x プレスブルースブラザーズ、ありがとうございます。